北県民カーで日本一周中、26歳住所不定無職のタクトでございます。ワクワクと期待と不安でいっぱいでございます。作り始めた時は本当に形になるまでがすごく長かったので、途中まで何を作ってるんだろうっていう期間がやっぱ長かったっていうところで、すごく挫折しそうになりました。簡単に作るの大変だったでしょうって、大変でしたっていうのは言うんですけど、まあこれに関しては言葉にできないぐらいの大変さだったのかなと思っております。まあ一番この中で一番思い出があるっていうのは、やっぱいつもここをオープンにして中を見てもらって、なおかついろんな人とこの中でご飯を食べたりコーヒーを飲んだり話したり、まあ本当にいろんな人がこの中で寝泊まりしたこともあったりなので、すごくやっぱ思い出がありますね。正直使ってるものがやっぱすごく安いものを使ってるっていうのと、旅先でなかなか補修をしてあげなかったっていうところで、やっぱ限界が来たのかなっていうのはすごく感じてます。外壁の板に関して釘がやっぱわからないものを使ってるんで、大きい釘のせいで板が割れてたりとか、もうちょっとこまめに、塗料っていうのですかね、塗ってあげるべきだったんですけど、それも怠ったことによってだいぶ木が腐るっていうか、雨風潮風っていうのですごく古くなってきてますね。木が雨漏れはもうどこから雨漏れするか分かりませんっていうのと、まあ、窓枠を伝って雨漏れしてるんで、もうまあ原因を突き止めるには全部バラさないとわからないのかなっていう状態になってます。旅を始めて4ヶ月目ぐらいですかね。あれは徳島県で、まあ四国って意外と風が強いんですけど、イベントをちょうどその時に呼んでもらってコーヒーを出店してる時に、ドアが開けた瞬間にドアが飛んでって、まるまるドアが外れました。動画撮っときゃよかったなと思ったな、それミスったな、忘れてたわ。日本各地連れてってくれてありがとうと。そして箱があることによって本当に不可能だったことが可能になることがたくさんやっぱ多かった。例えばやっぱ本当に人の目を引いてくれるんで、いろんな全く自分と接点のない人たちが声をかけてくれる。そこからのつながりで新たにアクションが起こったりとか、こんなところで寝れるのっていうところで、このやっぱキャンピングカーがあったからこそ寝れたこともあったり、本当幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございました。また部品を新たに剥がして使います。2週目はちょっと SNS にももう少し力を入れて発信をしていきたいっていうので、1台目のこのイメージを払拭できるぐらい、2台目の皆さんにキャンピングカーが俺タクトっていうイメージ付加性ができるように発信していきたいなっていうところが頑張っていきたいと思ってます。2台目の意気込みなんですけれども、まず2年以上持たせたいっていう、一生っていうか、自分が満足するまでこの中で生活できるぐらいちゃんとしたものを作りたいと思っております。本当にクラファンのご支援ありがとうございました。本当まあ2代目っていうところの作成でいろいろな思いと皆さんの思いが、この新たに作るキャンピングカーの本当主軸となっていくと思いますので、頑張って2代目の作成もやっていきたいと思いますので、今後とも応援の方よろしくお願いします。それでは皆さん行きましょう。